ありがとう。こんばんは。お疲れ様。浦部さんアイスありがとう。風の神さんタワーありがとう。ああみんなありがとうございます。ちょっと待って追いつかない、ちょっと記憶しなきゃ。えいパシャ、せーの、パシャ。あーちょっと書くね、書いた方がいい。カメさん、ゆうたくん、カメさん、ゆうたくん、ふくちゃん、おみかんさん、かずのしんさん、あーどんどん来る、 あっちゃさん、しんちゃんさん、わうわうさん、わおわお。あ、今のは別にわうわうさんにかけてわおわおって言ったわけじゃなくて、みんなありがとう。クロさんありがとう、ありがとうございます。すいません、みんな。うっかりあんこさんありがとう、みんなありがとう。うっかり来てくれてありがとうね。公演も配信で見てくれた方もありがとう。しんちゃんさん短冊ありがとう。やすべえさんピンクの短冊ありがとう。そう、今日公演出演100回目だったらしい。100回目。私さ、なんか HKT さんファンだったから1000回出演とかの方を見てたわけですよね。1000回出演だから、おー100回、すごい山あり谷ありの100回だったなって。沖さんに今日100回らしいですよって言ったら、3年半で100回はねって、なかなかスピードがねって話になって、2期生はね入ってすぐコロナ禍だったのでね、家にいて何もしてない時間とかが多かったから、ね、かわちゃん回復薬ありがとう、元気いっぱいよ。フラペチーノさんありがとう、こちらこそ。神代さんくす玉ありがとう。リコちゃんとこ覗いたけど元気だね。そうだよ、リコちゃんは元気印よ。みんなありがとう。ちょっとタワーのお礼さ、今書いたらバタバタしちゃいそうだから、後日さ一人一人書いてデコってからでもいい？みんなさ今日を機にちょっとパセリ離れるとかじゃない限り来てくれるよね、きっと。いつかは、明日来れなくても次の日は来れるとかあるよね。大丈夫だよね。パセリ100回迎えたし離れるかはないよね、さすがに。そう、今日これソルハさんとお揃い来たの。写真撮ったからまたあげます。いっぱい撮りました。マネージャーさんに撮ってもらったら、私のスマホレンズがめちゃめちゃ曇っててなんかすごいモヤがかかってたから、撮り直したらすごい枚数になっちゃったから、いっぱい載せます。載せてないツーショットがめっちゃあるんよ。風の審査流れ星ありがとう。今から東京に帰ります。気をつけて帰るよ。え、今から、え、帰れる、気をつけてね。風の新さん会いたい、ありがとう。気をつけて。朝着いたりするのかな、夜行バスとか夜行列車とかなんかそういうやつかな。気をつけてください、ありがとう来てくれて。スケモンさん、バラ、クロさん、会いたい、ありがとう。もう会いたいんですか？会ったのに？見えたん？見えたんのツイート？見てない。え、何？なんかまたしてましたか？おみかんさん、ラブレターありがとう。かめちゃん、流れ星ありがとう。けんけん、会いたい、ありがとう。しんいちさん、会いたい。かずやさん、青短冊、ありがとう。そう。そう、たまたまっていうか、この前のお話し会でパセリ次いつが、いついつ100回公演だよって言われてたんですよ。だから体調気をつけるわとか言ってて分かった、体調気をつけて出るねとか言ってたんですけど、すっかり忘れてて、で普通に沖さんにパセリ考えてよってこの前言われて、
この前言われて考えて、あそういえば私ちょうど100回の日だってなって、そうたまたまですね。パセリが100回だからとか、そういう記念じゃなくて、これからなんかメンバーが考えていくかもしれない。次はね、次のメンバーはねもう決まってるんですけど、お楽しみに。忘れっぽいもちさん会いたい、ありがとう。かまちゃんレインボースターありがとう。そうなんですよ、本当はねずっとずっとから始めたかったんよ、いつも最後の曲だから。でもずっとずっと最初に持ってくと、ずっとずっとってあのイントロで移動ができるんですね。だからその曲と曲のつなぎを考えた時に、夢のルートっていう曲がポンポン持ってるから、そのポンポンをタイミングで吐けなきゃいけないんよ。袖にポンポン持ったまま踊るっていう手もあるよねって話になったけど、いやそれは違うなってなって、じゃあそのずっとずっと最初に持ってくるよりも、最初にポンポン持ってきてずっとずっと吐けた方がいいなとか、そういうのをね、息をする心でさすがにポンポン持ってけないじゃないですか。だからそういうのを考えたりして組んでみたけど、どうだったかな、どうだったでしょうかね。そう、瀬戸井楽しみにしといてねって昨日ショールームでチラッと言ったんですけど、そういうことでした。わー、ちょっと待ってよ、さかのぼるね。和也さん青短冊、ハマコンさん青短冊、谷くん青短冊、ワガウさん青短冊、カメさん青い短冊、カマちゃん短冊とレインボースター、あっちゃさんお断りです、佐沢さんお疲れ、隣のトノさん短冊青いやつ、谷くんレインボースター、しゅんさんお疲れ、プーさんタワーありがとう、タワーありがとう。ちょっとメモしてまた後日でも大丈夫、ちょっとねじっくり一人一人に書くから。どうしようかな今回。伊白さんお疲れ、めっちゃきのこさん短冊ありがとう、よかった。そう、セトリ考えたって言っても曲は変えれないので、曲順を入れ替えるぐらいしかできないから、まあうーんって思ったけど、でも少しなんか変わるだけで新鮮味があって楽しかった。あ、友達楽しかったって、ちゃんと伝言してもらったかな。お見送りでね、お仕事お疲れって言っといてって言ったけど、伝言もらいましたか、ちゃんと伝わってたかな、通り過ぎた後に言っちゃった。シャーショーサさん会いたい、ありがとう。そう、曲順をね前に四国が変えてて、すごい新鮮だなと思ったから、私もなんかガラッと変えたいなと思って変えてみました。でもね、ダンスの先生が客観的な視点で見た感想をくださって、頭もう一曲あった方が良かったかもねっていう話をねしてもらったので、確かにな、3曲ね今日少なく感じたから、もう一曲頭にあってもよかったなって思った。尺は変えれないので、どっかから持ってくることしかできないんですけどね。明日行く、待ってる、明日もタワルコでお渡し会があります。曲数は増やせないよ、今日の曲数でその尺ね、持ち時間みたいなあるから。あ、そう、喋り、いやマイカーは喋りがね減らせないからね。そうなんですよ、そう、ちょっとボイトレ頑張らなきゃなと思った。しゅんさん流れ星ありがとう。ヘタレから始めるとみんなが緑ペンライトに変えなきゃいけないのと、ファンの方をその最初で見つけとかないとレスが次の曲で送れないから、ヘタレを最初に持ってくるとね、全員が緑になっちゃうっていうのがある。アブテツさんタワーありがとう、ニシさんタワーありがとう、わーありがとう。ちょっと後日でも良い、後日じゃなくて今書いてってだったら言って、ありがとう。こんばんは。マイカ。そう、短冊も書いたんです。今日短冊をね、
ステージの後ろに飾っとったんよ。でもみんな見えなかったよね、絶対に見えないよね。なんか貼ってあるなぐらいで、明日対戦よろしく、こちらこそよろしく。アイス食べるの？私のおすすめアイス教えよっか。なんかね、あのね、あそこは何区、浅南区かなのカフェのアイスがめっちゃ美味しかった。クレミアを使ったカップに入ったアイスがあってめっちゃ美味しかった。やすべえさん、タワーありがとう。あー、もう本当にみんなもうありがとうございます。だけどもみんなのおかげでだからさ、なんかもう私がお礼をしたいぐらいなのに、そんなお祝いしてくださってありがとうございます。釣り吉さん、青短冊ありがとう。ティガーさん、青短冊。風の神さん、短冊ありがとう。プーさん、レインボースターありがとう。あ、アフタートークで見えた？それよかった。トシヤさん、バラありがとう。あっちゃさん、かわいい10個ありがとう。すべての人、短冊青いやつ。サワッチャさん、青い短冊ありがとう。朝南区まで歩いたよ、先月か先々月か歩きました。なんかね、歩いたっていうか、イオンモール祇園に行って、そこでアイスを食べて、その後カフェに行ってアイス食べたから、大して歩いてないですね。クアトロの一杯の水が、あらあら、 200ml、 あら変わっちゃったの、円安かな。ふくちゃん、レインボースターありがとう。クロさん、短冊ありがとう。まさかふくちゃん隠れタワーしようとしとるかいね。ちょっとふくちゃんさっきもくれたのに、かける2って書いてありがとう。あのね、今日は公演前に美容院行ってきたんですよ。ちょっともう汗かいてもうもうしてるか伝わらないと思うけど、美容院行ってね、だから今日昼配信がちょっと中途半端な時間だったんですけど、美容院行ってちゃんと髪のケア頑張ってくださいって言われました。毎日やっぱね、アイロンとかするじゃん、巻いたりとかストレートしたりで熱を通すから、なんか染めてない髪にしては傷んでますよって言われてね、染めてる人ぐらい傷んでるらしい私、その熱のダメージで。だから今日から髪のケアをね、より一層頑張らないとなって思った次第です。こんばんは、おみかんさんありがとう。じゅんだやさん、会いたい。山猫坊主さん、青短冊ありがとう。そう、アイロンはやめれないよ、メイクさんにこうやってしてもらうからさ、ピーって困った。そう、トリートメントをね頑張らなきゃ。そうよ、地毛がさ、なんか私地毛が結構真っ黒ではなかったんよ。でもオーディションの時に明るかったじゃないですか、まあ、明るかった理由も話したことあると思うんですけど、だからね、それもあるのか、黒染めしても黒染めしてもね、すぐね落ちるんですよね。私黒染めしてるんですよ、もう STU 入って何回も、この前もしたわ黒染めよ。これだからそれもあるかも、傷んでるの。黒染めしてます、知ってる。だってね、アイロンとかの熱で髪が焼けて、あと日焼けとかでなんか色素が薄くこうなってくるから、黒染めをちょいちょいしてます。家族と焼肉食べてきた、いいな。風の神さん、ラブレターありがとう。大吉さん、短冊ありがとう。山崎さん、レインボースターありがとう。わ、なんか
なんかかかった虹が。あ、終わっちゃった、はかない。山崎さんだ。なんかすごい、すごくてびっくりした。ちょっとメモ、急になんか画面が華やかになったから何事だと思って。ありがとうございます、みんな。ありがとう、申し訳ない、ありがとうございます。ももじさん、青短冊ありがとう。クロさん、ビーチボールありがとう。なんかかわいい。え、これ今日までですか、ギフト。もしかして、もしかしてだけど、わお、すごい、バブルタワー、わ。え、ちょっとお礼をする方、ちょっと大丈夫、安心して、半年とか待たせないから安心して、半年とかは待たなくて大丈夫だから、すぐ明日か明後日にはもう完成します。15人の方、よろしくお願いします。また明日来れない人は言ってね。こんばんは。どんな感じで書こうかな、どうしようかな来世でもいい？来世か、来世私はねゴキブリかもしれんからな。150人待ち150人待ちだったの。そりゃもう桁が違うわ、桁が違いすぎた、すごい。山崎さん拍手ありがとう。来世ちょっと私何になるかまだ決まってなくて、小林さん、ハットありがとう。ジロ君、青短冊ありがとう。お断り、ジロ君。来世もアイドル、来世はそうですね、どうでしょう、どうでしょうね。しんいちさん、お断り。おみかんさん、会いたい。うっかりあんこさん、お断り。山崎さん、拍手ありがとう。大吉さん、青短冊ありがとう。ありがとうございます。ミヤティさん、青短冊。山崎さん、お断り。クワドリさん、ハートありがとう。マコバヤさん、青短冊ありがとう。いっちゃんもありがとう。こんばんは。アイスの国の姫、私アイスの国の姫なの。おう、どういうことをするの。雪だるま作ろうみたいなこと歌ったりする。ドアを開けて。カズさん、お断り。いっちゃん、お断り。マコバヤさん、会いたい。カズノシンさん、めっちゃ可愛い。いい、ありがとう。いい、芋けんぴさん、ありがとう。わあ、またありがとうございます。もう申し訳ない、ありがとう。みんながいつも声見に来てくれるおかげよ。他のメンバーはどんくらいなんですか。絶対リコちゃんとかもっと言ってるよね。僕隊解禁賞じゃないっけ。アンダーメンバーとかいないから。ももさん、青短冊ありがとう。陣内さん、タワーありがとう。申し訳ない、もうみんな釣られていいんよ。やばい、自分も投げなきゃみたいなのいいんよ、大丈夫よ。日本人の精神を捨てるんよ。ありがとう。誕生日かと思うぐらい、え、私今日誕生日、生まれた、生まれたかな、生まれちゃってる。ありがとうございます。そう、いいよ、大丈夫よ。ありがとう、ありがとうだけど、無理せずでいいよ。
みんなの美味しいご飯に使っていいからね。欲しい服とか欲しいやつとか、なんか欲しいエステグッズとか欲しいバッグとか、そういうので使ってね、ちゃんと。しんちゃんさん、レインボースター10個ありがとう。またつけてる、またついてる。誕生日イブ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 。誕生日まであと何日だろうね。まだかな。クロさん、花束ありがとう。そうよ、みんなちゃんと貯金してへそくりにしな。もう超かわいいグッズが出た時とかに使う用のへそくりにしな。たらふく食べたの、うわいいな、お腹もいっぱい、幸せもいっぱい。アイスマシーンを買う、え、あれですか、この前メールで書いたやつ、なんだっけ名前、なんでしたっけ、カルピジャーノみたいなやつ。ゼータンありがとう、こちらこそありがとう、マイカー来てくれて。しんいちさん、こんばんは、ありがとう。こんばんは。よしひろさん、青短冊ありがとう。明日の朝美味しいもの食べる予定、がっつりこうちゃん。温泉を掘るの、じゃあ掘り当てたら招待してください。私はいつか猿と入ってみるやつやってみたい。よく漫画とかアニメとかであるよ。リラップーさん、ありがとう、スタンプありがとうございます。今日は公園割りアイス買ってないんですよ。なぜかというと、今日はマネージャーさんが、しかもマイカー担当とかじゃないマネージャーさんが、多分お休みなのかな、わかんないけど来てくださってて、でたい焼きの差し入れをくださって、一人2個あったの、すごくない。メンバー今日14人だったっけ、いるのに一人2個ずつあったんですよ。で小豆と芋と季節限定のチョコレートと3種類選べて、すごいよね。だから今日アイスはちょっと、MC で暴露されたんですけど、アイスちょっと食べちゃったので、公演前に1個だから、公演後は我慢しようと思って。そう、ナルトたい焼き本舗季節限定チョコレート、カスタードがなかったらしい、多分卵がね今足りないからかなと思うんですけど、私いつもカスタードなのでチョコレート初めて食べました。2個食べた。だから夜ご飯は抜き、ナッシン。アイス1個よ、珍しいでしょ。でも明日もねお渡し会があるから、お渡し会結構至近距離なんですよ。やけんね、むくんでも嫌だしなと思って。おみかんさん、めっちゃ皮いいタワーありがとう。おみかんさんもさっきくださってたじゃん、ねえちょっとちゃんと書いとくから見て、ありがとう。焼肉いいな。今日のおやつはプリン5個です。どのくらいの、1個あたりどれくらいですか。こんなであってほしいよ。記憶喪失になってたの、記憶喪失になっちゃったか、そっか、こっちがむくんでたらごめんなさい。わかった、じゃあちょっともらうね、もしむくんでたら。近所のローソン、バグみたいにジャイアントコーン置いてあって思わず買っちゃった。え、どんな、え、そこ私働いてるかもね。そんなジャイアントコーン入荷することある？間違ったのかな？桁を1個増やしちゃったのかな？確かに今日100回記念っていう言い訳で食べればよかった。悔しい。悔しいですよ。はぁ、あ。ほんとじゃん。明日お腹出てると思います。本当？普段は出てないってこと？普段は出てないけど、
明日は出てるってこと？普通のプッチンプリンの大きさ5個。プッチンプリンの大きさ5個はなかなかじゃないですか。またツイート待ってるね。そう、最近ね、赤ばっかりあるのコンビニとか、ジャイアントコンビニ。ああ、私は今日織姫に会えたので幸せですよ。見た？ツイッター、ツイッター見てくださいね。よろしく。ちゃんとツイートしたからね。わあ、見た？ありがとう。なんか私画面で見たらさ、めっちゃタワーに埋もれてる。なんかすごいよ。首が生えてるもん、タワーから。そう、織姫様、大き姫だね。タワー、人魚の気持ち今ね、あわあわ。歯磨きシャカシャカシュッシュッシュ。今日の夜ご飯紹介しようかな。野菜スティックゴーヤチャンプルです。でも食べるか迷ってる。もうこんな時間じゃないですか。でもお腹は空きましたよ。私は今日は昼ご飯を10時半に食べてしまったっていう話を昼配信でしたじゃないですか。したんですね。で集合の時にアイスを1個食べて、夕方にリハーサル終わりにバナナを食べた。でたい焼きを食べた。結構食べてる。でも夜ご飯は食べてないから結構お腹空いてます。お腹が鳴るぐらいには空いてます。こんばんは。そう、スタジオメンバーの髪型もすごかった。私は結構シンプルでした。そうなんですよ。今日はたくさん眠れそうな予感がします。ちょうど食べ終わってお腹が出てきました。イカ水？イカ水なの？100回目の声おめでとう。ありがとう。いつも来てくださってありがとうございます。わあ。そう、買ってきたのコンビニでコンビニよ。もう作る気力はないか。あ、高崎英子の福利が更新されてる。嘘、更新されてるんですか。研究生編かな、もしかして。それはチェックしてください。知らなかった。そうだったのか。2期生のやつ、研究生のやつ、どれだろう。どういうかな。タッキーさん、青い短冊ありがとう。イハクさん、流れ星ありがとう。うわ、チェックチェック。研究生の、おお、そうだったのか。知らぬ間に。ありがとう、見てくれて。チェックしてください。よろしくお願いします。うわ、え、今年に入って毎月5回くらい弁当作ってる。すごい。どんな弁当なの？何が入っとるの？えらいね、お弁当作るの。ブンさん、青い短冊ありがとう。アットジャムエキスポいつあるの？あるの。明日よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。あの、受け取りの時はお手数おかけしました。広島まで来ていただき皆様本当にありがとうございましたね。事前に
受け取る方式だったから、ありがとう。明日来る方よろしくお願いいたします。お決まりさんと同じ時間帯におりますのでよろしくお願いします。こんばんは。あ、すやすや眠れちゃいそう。あっちゃさん、青短冊ありがとう。8月27日、知らなかった。発表が合ってるの。公演終わりってさ、スマホを見ない時間が長すぎてもう情報に遅れちゃう。浦島太郎です今。明日はそう、沖さん、マイキューさん、パで、2部が千穂さん、あかりんさん、やんやんです。明日はね、この前は11時半から一部があったけど、明日は14時とか、結構遅めというか遅くもないけど午後からって感じなので、寝坊しても安心。みんな、私は寝坊なんてできないけどね、もうメイクしてない状態で行かなきゃいけなくなっちゃうから、それはもうさすがに無理だけど、皆さんはやべ昼に起きちゃったってなっても安心です。だから諦めずに来てください。券持ってる方よろしくね。寂しいから待ってるね、お願い。明日は名古屋に行きます。おお、公演、明日公演なのね。え、渋谷から1週間早いな。午前はスイパラに行きます。スイパラいいな。スイパラいいね。今日公演があったところの地下でスイパラが楽しめますので、みんなもぜひスイパラ行ってくださいね。行ってけろ、よろしくお願いします。もうさっきからずっとお腹鳴ってる、やだ。静かにしててください。明日雨っぽいけどどうなんだろうか。そうよ、スイパラ地下にあるよ。ステラおばさんのクッキーもあるからね。ステラおばさんのクッキーと、あとメイク道具のお店と雑貨屋さんと、あとはねヒロギンの ATM があるね。階段もあるし、エレベーターもあるし、エスカレーターもあります。こんばんは。パンちゃんがついに TikTok にハマった。なんだと？その情報は知らなかった。お腹も声出し解禁。そう、さっきからすごい鳴ってるの。やだ、喋ってる、私が喋ってる声を遮ってさ、主張してくるんよ。困ったわ。キノコの山ほうじ茶ラテ味とかあるの？そんな洒落たやつが出てるの？ゆうちょの ATM はあるの？それは知らんかった。ヒロギンのやつしかわからんかった。あのエスカレーターの登る方のね、どこにある。スイパラ満腹状態でパセリにサインを書いてもらいます。気をつけてきてね。食べ過ぎてもうパセリを目の前にした瞬間、わーみたいな、ないか、大丈夫だよね。きっとみんな腹8分目大丈夫だよね。私じゃないもんね。私はよく食べ放題で立ち上がった瞬間に、あ、食べ過ぎたってやつがよくあるので気をつけてくださいね。気をつけて、わーってなっちゃうから。キラキラ出ちゃう。回らんよ。気をつけて、ちゃんと美味しく食べて。多分なかなか行く機会ない人とかもさいるから、やばい、いっぱい食べなきゃってなって、ね、食べちゃうかもしれない。気をつけて。
待ってるからね。ちょっとそう、予約制です。でもこの前さ、予約しなくても入れましたって人いたんですよね。どういうあれなんだろう。少なかったからいいってこと？なんで入れたの？日によりけりみたいな感じ？予約していれば確実だよってこと？ね。よいしょ。パの生誕以来マイカ行けてない。マイカ待ってるよ。マイカみんなで待ってるよ。もやしもりもり系ラーメン。確かにお腹いっぱいになるよね。雨の日の平日は普通に入れました。おお、じゃあ空いてたら入れるんか。日曜入れた。日曜日でも。おお、じゃあ混んでなければいいのね。そっか、パです。どうも。今日は前髪がちょうどいい長さでした。ジョジョさん、ペンライトありがとう。マイカー考案実は初めて。いつもあれか、鼻だれとかってことか。他のユニットとかか。また来てください。次はどこと一緒かな。この前チャートリで、今回スタジオやったから、次四国かな、単独かな、どうかな、どうかしら。明日宿泊先出てから お渡し会まで何もやることなくて困ってる。そうだよね、天気も悪いからね。そうなんよね。荷物とかを預ける、そこからどっか行きますか。なんかあるかな。明日土曜日だしね。でも雨だからね、人が多いとかの予想が難しいしね。ともっちさん、アイスありがとう。スイパラは先週行った。そうだよね、スイパラもうすでに行った方はもう、そうだね、リピートしてる方もいるけど、毎週食べてたらみんなブクブク太っちゃうよね、きっと。大変だね。四股米って呼ぶのさ、四股米定着しちゃうのかな。四国マイカーのことを四股米って沖さんが言ってて、四股米というらしいです。パセリが出なかった毎回声なのにパセリに会えた。いや、なんならあのステージにいるパセリより近いっていうね。去年ね、ココアさんの生誕祭見に行ったからね。なんか変な感じでした。自分がいつも出てるステージを客席から見てるの、なんかすごい悲しくなったよね。ああ、私がいなくても成り立ってるわと思って悲しくなったんですよ、あの日は。ももちゃんもしこま指してんの。ももちゃん定着しちゃうね。じゃあ今日は何、スタマイマイスタ。今日はスタジオマイカーだったからスタマイかな。いや、どっちが先なんですかね。四国マイカー四股マイでしょ、スタジオマイカースタマイ。でもマイスタの方がなんかしっくりくるけど、どうなんだ。チャトリはチャーマイマイチャーチャーマイ、チャーマイ、鳥マイ、マイ鳥、しっくりこないですね。マイキュー、マイクー、マイキューさんのラーメン食べて。
いい。そう、今日はねマイカーが先でした。今までスタジオかけるマイカー公演だったら絶対スタジオからだったんよ。これまでは絶対ではないらしいけど、だからそうと思って私も言ってたんですけど違ったんですよ。たまたま今までがそうだっただけでそうとは限らないらしい。びっくりじゃない？びっくりよね。しかもね、始まるまでわからないやつのお知らせがないのね。びっくりしたでしょ。わ、たくさん初訪問の方、こんばんは。わ、公演終わりでボサボサなのにこんばんは。これはペンの跡なので安心してください。いや、メンバーはさすがに知ってるけど、あのね、メンバーは知ってるけどね。そうだったんですよ。ぜひ今日来れなかった方もまた公演とか広島でもやってるし、ツアーはあちこち行くので、チケットを取らないといけないんですけどね。予約当日行って買えるわけじゃないから、予約というか抽選で申し込んで当たったらって感じだけど、よかったらまたいつか見に来てもらえたら嬉しいです。そっか、ペンライト、そうじゃん、そうだよね。STU48 ズーン始まって、あれ衣装が違うな、あれってなるよね。単独公演ね、なかなかないよね。そう、今月はねフェスとツアーが始まったりして、夏って感じがしますね。慌ててカチカチした。そうだよね。確かにそうですよね。お初にお目にかかります。でも初見マークないからきっとどこかで見てくださったことがあるのかな。ありがとうございます。STU48 の尾崎セリカと申します。またぜひ来てください。パッ、100回目公演、そう、めっちゃタワーでびっくりでした。私もびっくり、誕生日かなみたいな、生誕終わりかなってぐらいのタワー来てて、私もびっくりしてますね、びっくりびっくり。なんか披露した方がいい？俺大丈夫？タワータワー、みんなありがとう。立派になりましたね。私立派？成長した？パセリとしてどう？成長できてる？ちゃんと色がいい緑の鮮やかなパセリ。そうだよね、生誕より多い可能性あるよね。これ印象の強い公演、やっぱり研究生時代、あれ昇格してましたっけ、メンバーが15人か14人かで一人でユニットを3回出たやつはやっぱ印象深いですね。とっても印象深いです。一曲出て着替えて、一曲出て着替えて、一曲出てっていう、あの日はもう私は必死でした。裏でメンバーが着替えてるところ、すいません通ります通ります通りますって通ったあの日のことはもう忘れられません。こんばんは。その日かな。あとはね、でもいっぱいありますよ。マイカー公演の初日も、今まで初日に出るって機会がなかったから、初めての経験だったから、嬉しかった。こんばんは。
マイカの初任してたのは、まあ、ココアさんが受験中だったっていうのもあったんですけど、でもね出れたのは嬉しかったし、私がそのポジだからって言ってマネージャーさんがチャンスの順番は尾崎センターでしたいと思って選んだって言ってくださった時は嬉しかった。その時はまだ選抜メンバーじゃなかったし PR 舞台でもなかったからチャンスの順番の歌詞を見て私っぽいと思ってくれたっていうのがすごい嬉しかった。なんか PR 舞台に選ばれた後とかでさ選んでくれたら、あ確かに今までそんな日の目を浴びなかった人でもこういうチャンス来るよみたいな意味で選んでくれたんかなと思うけど、そんなまだ PR 舞台とか選抜とか選ばれる前に言ってくださってたから嬉しかったですね。今は違うポジしてるけどね、あそこのポジション好きですよ。パセリは焼肉屋始めないね。いいわ、いいわ、かぶってじゃんけん大会出ないかそういえばこんばんは、今来た方こんばんは。まあみんな努力してるから100回ね、なんかびっくり、100回も出てます私、本当に出てる、間違ってましたじゃない、大丈夫、今帰ってきました、お帰り、お疲れ様、こんばんは、どうも。実は違ったの、数え間違ってたあんなにお見送りとかでも100回目だとみたいな見せてくれたのに、マジ、合ってる、大丈夫、先輩とかもっと言ってるんだろうな、すごいな、私もこれからもいっぱい出れるように頑張るね。2月10日が1回目かな、お披露目が1回目ですか、それとも2月の僕隊初日が1回目、お披露目から、お披露目2公演してるからそれで2って数えてる、確かにあかりさんはそう、2期だったらリコちゃん、いやでもどうなんだろうね、ももちゃんもアンダーいなかったからね、研究生の頃確かいたっけ、誰だったっけアンダーいない子、リコチとね、ももちゃんもそう、先輩、先輩誰が多いんだろう、みちゅさん、みちゅさんもそう、こんばんは、初訪問の方もありがとうございます、多分飛ばされてきたと思うんですが、はじめまして、いらっしゃいませ、ゆっくりとくつろいでいってください、まったりまったりまったりな、おめでとう、ありがとう、そうだよね、あかりんさんとみなみさんね、僕これ全部出てるもん、そうそうそう、ないよ、そうなんですよ、くつろいでって、足も崩していいからね、冷蔵庫とか勝手に開けてお茶とか飲んでいいからゆっくりしてって、冷凍庫だけはダメだから、冷凍庫開けるのはダメだよ、アイスはあげないから、ゆっくりしていきな、昼寝もしていいから、
どうぞ。イッキーさん、レインボースターありがとう。甘いさん、アイキーさん、なんて読むんだろう、 IKY さん、ありがとう。レインボースター、ちょっと冷凍庫は秘密。でも私の家の冷凍庫アイス入ってないよ。アイス入ってないですよ。私のうちの冷凍庫入ってたら食べきっちゃうでしょ。今は冷凍ブロッコリーとほうれん草とかぼちゃとしめじとマグロのたたきとあと柚子胡椒とみょうがです。ジロ君アイスありがとう。山崎さんアイスありがとう。コナンさんレインボースター IKY 甘井さん青い短冊ありがとう。谷くんアイス。としひろさんピンク短冊ありがとう。ないんだ、ないんだよねアイスね。食べたい。やっぱ買ってくればよかったな。失敗したな。そう、業務スーパーで買った。きのこは冷凍した方が栄養が多いよ。ともっちさんアイスありがとう。みおんさんレインボースターありがとう。そう、ヘルシー、ヘルシー冷凍庫でやらせてもらってます。みんなは今日どんなアイスを食べたの？アイスは義務なんだけど、パセリの応援は義務にならないように楽しくしてねって言ってるけど、アイスは義務なんだけどさ、今日は何アイスを食べたんですか？何ですか？食べたよね、今日もね食べましたよね。そう、アイス義務よ。もうこのルームに飛ばされてきた人も義務なので、よろしくお願いしますね。ちゃんとしっかり任務を完了して寝てくださいね。明日食べるだと？今日言ってましたよ。私が初めて行った美容院の店員さんが言ってましたよ。ランニングとかを毎日やらないと、2日に1回とかにすると、今日やらなくても明日やればいいかと思って、後回しにしちゃってダメですよねって言ってましたよ。なんか今日はね、美容院でめっちゃね、なんかそういう話をね、そう、なんか意識高めの話をちょっと聞いてて、1時間ぐらい。なんか実はランニングを1年ぐらい続けてたんですけど、体調悪くて1週間休んだらやる気なくなっちゃってみたいな話を聞いてて、ああ確かに習慣化してたものが崩れるとまた始めるの勇気いるよなとか思って、ずっと、そうなんですねって聞いてました。そうですよねって聞いてた。あと、あの夜遅くまでスマホとかゲームすると髪の毛もパサパサになっちゃうし、お肌にも悪いですよって言われて、そうですよねって聞いてた。あとご飯もしっかり食べて体に栄養を入れるのもそうですし、髪の毛にもトリートメントとかで、あの栄養を与えるのがいいと思いますよ。高くなくてもいいから、安いあの市販のものでいいと思うので、それを続けることで効果出ると思いますよって言われたから、市販のものとかでおすすめとかあるんですかって言ったら、それは分かんないですね、市販は買ったことがないのでって言われちゃって、あ、そうですよねってね、確かにね、習慣大事だよなって。話をしました。なんか趣味とかあるんですかって言われて、さすがにアイス食べるのが趣味って言えないじゃないですか。趣味、そうですね、特技、そうですね、ないかなとか言って話して、なんかダンスとかされてそうですよねみたいな言われて、今日この服でさ、なんか上がちょっとミニ丈の T シャツというか、ピラッとしたボーイッシュな感じの服に、下がこう
なんだっけこのズボン、キュッてしたズボン、ダボっとしてキュッてしてるズボンだから、ダンスとかされてそうですよねって言われたけど、あーでも歩くの趣味ですよって、かぶせ気味で歩くのとか好きですねって言いましたね。鋭い、多分服装かな、え、そう分かってんのかなと思ったんですけどね、本名だし、ずっとお腹鳴ってるわ。でウォーキング好きって話からランニングの話になって、習慣化することは大事って話になりましたよ。こんばんは。いやー、でも今日スピーマスクで行ったよ。大事よね習慣、筋トレ頑張らなってね、お腹から意識して歩くのをした方がいいらしいです。特にステージの上とか立つ人はお腹からこう腹筋を意識して歩かないと、足をこうスッと歩いてるように見えるそうです。そうじゃなくてもちょっと大げさに歩くぐらいがちょうどよく見えるみたいなことをこの前ね、ダンスの先生に教えていただいて、腹筋とか筋トレで背中とかお腹とかの筋肉を鍛えて、ね、姿勢を良くするのが大事っておっしゃってました。みんなも頑張る？一緒に。みんなもやる？あーもうこんな時間になっていてびっくりしている。わお、クラさんありがとう、スタンプありがとう。半まではしようかな。そっか、カメ子ね、カメ子は筋トレ頑張らない。公演ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しめたかね。スタジオとマイク。クロさんありがとう、スタンプありがとう。読んだっけ？言ったっけ？まぶたが閉じちゃいそう。写真集出す予定ないから筋トレやりません。そっか、出してみてよ、需要あるかもしれん、どっかの層には。愛知のスタンディングに向けて体幹鍛えたい。わ、頑張って。福岡の方も頑張って。101回目の公演まだ決まってないですね。ツアー初日かな。次の私のステージは来週かね、来週の土曜日、日曜日でした。嘘つきました。エンマ大王様に怒られちゃう。エンマ大王様の一の子分って昨日ね言ったんですよ。なんかの話の流れで、エンマ大王様の一の子分、青部キスケアカネみたいな一人で言ってたら、あ、ごめん、なんか言ってたみたいな言われて、ソラハさんに、あ、大丈夫です。恥ずかしい、もう一回言わせようとしてて恥ずかしい。おじゃる丸のさやつをただノリで言っただけなのにさ、あ、ごめんみたいな言われて気まずかった。全然内容なかったもん、大事な内容じゃなかったからいいのに。おじゃる様、わー、リコちゃんのね電ボがめっちゃうまいよ、聞いてほしい。え、きっとおじゃる丸は知ってると思うけどね、知らないのかな。え、でもおじゃる丸のオープニング知らないと言ってた。そういえば TikTok で流れてきて、ジュルル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 ル、昔からやってるあのオープニング知らんって言ってた気がする。オープニング今違うんだっけ、違うのかね。初恋は実らない、知ってるかな、どうなんだろう。君をずっと待ってたんだ、可愛い歌だよね。
結婚の時刻過ぎたけど部活終わった教室で、あれフルあるよね、テレビバージョン違うよね、サイズがキュッてなってる。そう、急がず焦らずみたいなやつ。まったりまったりまったりな。こんばんは。今日はあんまりメイク落ちなかった方かも。ジェネレーションギャップ。みんなはもうちゃんとご飯食べて寝るだけなのかな。もしかしてお風呂も終わったっていうの？悔しいな。私はお風呂まだだよ。これから風呂です。戦います、バトル頑張る。終わったの？勝ち組じゃん。なんかお風呂に早く入った方がねいいらしいよ。まあ、薄々気づいてたんだけどね。私も家に帰ってきてお風呂に直行した方が絶対に効率いいなっていうの分かってたんだけどね、一回座るとダラダラしちゃうから時間がもったいないもん。だから玄関入って速攻お風呂に行ってお風呂入ったらもうあとは自由ですよ、いつ寝落ちしようがね。いや気づいてましたよ、うすうす。うん、私シャワー派です。シャワーシャワー、お風呂溜めたら長居しちゃうからシャワー派。もう寝るだけなの？どうしてなの？早くないですか？パシ、はい、私です。私パシ。お風呂もあって歯磨きするだけ。どうして？どうしてさそんな意地悪するの？なんで置いてけぼりするんですか私のこと。なんかの曲の横顔？何の情報もない。なんかの曲の横顔見てくれたの？ありがとう。なんかの曲の横顔見てくれて。追い抱き、あ、追い抱き憧れる。私追い抱きしたことないの。実家もあの調整タイプだったから今のうちも追い抱きないから。シャワーの後だから、その話したんよね今日楽屋で。マイクがでシャワーの後だからやりたいですって話をしたんよ。歯も磨き終わってる？じゃあ何をあと磨くの？何を磨くのよ。歯も磨いてお風呂も終わった、何を次洗うの？食器は洗った？ちゃんと。何を磨く？靴は靴、排水口も掃除しよう。男を磨く？おー頑張って、自分磨き頑張れ頑張れ、自分もセンスも磨いて頑張ろう。あ、パセリちゃん仲間だよ。仲間ができた。パセリの配信を見て心を洗ってます。どんだけどんだけ汚れてたんですか？私のこの配信で洗われてるの？大丈夫？大丈夫ですか？頑張って。汚れてたのか。じゃあピカピカにしてください。危険だよ、心がね汚れてたら。守護キャラだったら乗っ取られちゃうからね、バツタマになっちゃうから。きっと伝わらない人ばっかりだろうなこれ。バツタマになっちゃうよ。
バツタマ調べてみてください。バツタマ、シゴキャラバツタマで調べて。心のさ卵誰でもあるんだけど、それが心がどん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 マイナスにいくと黒くなってバッテンになるんですよ。バッテン印がついちゃう。でそれがモンスターになって暴れ出すんよ。でそれを退治していくっていうアニメ漫画です。だから元気でいて。コウジさん青短冊ありがとう。元気でいないとバツ玉ができちゃう。街を破壊し始めちゃうから。あ、そう、シャドウハウスのすすみたいな。そうです、そうです。シャドウハウスっていうアニメは、作品はストレスが溜まるとこっからすすが出てきて、すすだまりが天井とかにできたりするんです。それを毎日毎日掃除せんといけんのよ、エミリコが。エミリコってけなげで可愛いよね。見てみてください。そう、炭治郎ぐらい綺麗な心でいたいよね。炭治郎。窓マギ見たことないな。え、面白い？なんかね、そう、今日美容院の人の話ばっかりでごめんなんですけど、美容院の方が最近はなんか暇すぎて。ナルトを見始めましたみたいな言ってて、あ、過去の作品とか見返すのいいなと思ったけど、でも別に私ね、ツアーの練習しなって感じですよね。ツアーとか落ち着いたらまたなんか見よう。シゴキャラとか見返したいな。星野歌うのオタクだった。歌うちゃんのオタクだったんですか。わかる、可愛いですよね。歌うちゃんは大スターだね。私はね、うん、みんな好きだけど、見た目でリマだね。こんばんは。え、初めて行く美容院、私毎回初めて行く美容院。今日のストーリー考えてのパシって聞きました。そうなんですよ。どうでしたか？大丈夫だった？大丈夫？でも頭をね、もうちょっと曲数増やした方がいいってアドバイスもらったから、これから他のメンバーも多分考えたりすると思うので、リコちゃんも多分きっといつか考えると思うので、どうなるか楽しみですね。気になる。リコちゃん何から始めるんだろうね。一杯の水かな。リコチセンターだし気になるね。リコチセレクト、ずっと同じ曲しそう。同じ曲をずっと繰り返し、一杯の水、一杯の水、一杯の水、 MC 一杯の水、一杯の水、一杯の水、もうずっと8月のアスファルト気になりますね。あ、 MC から始まるの。天国野郎とかやりたいね。私は二人乗りの自転車がやりたいって言ったんですけどね。昔マイカーの先輩がやってたから、マイカーがやったことある曲ならできるかなと思って、二人乗りやってみたいなって。でも本当はシャワーの後だからがやりたい。なんかそういうさ、なんか曲とか。私はね、マイカーに昇格した時によし抱きしめられたらできると思ったら一人いなかったから。好きなれはそう、あの曲の持ち時間があるから、声を出せる曲とかを今日は詰め込んでみました。コール曲だから、普段やってる暗めの曲とかの中盤ブロックとかは今回なくしてみた。ジッパーとか、へー、
そう、なんかね、やったことない感じの曲の雰囲気をやってみたい。ガラスの I love you とかで。そうよ、今日後半まで声出しずっとだったから。いっぱい声出してくれてました。やりたいよね、いろいろ。そうね、聴かせる曲だね。そう、声だから後からスタジオ公演とかだったからさ、みんな喉大丈夫かなと思ったけど、スタジオ公演の時もめっちゃ声聞こえてた。嬉しいですね、たくさん声出してくれて。お腹すいた、やっぱ野菜スティック食べようかな。配信でも聞こえました？お、明日見よう、アーカイブで。反省点ばかり。私はやっぱ踊りが速くなっちゃうのが課題です。餃子食べてきました。餃子食べたい。餃子、今日はツイッター、公演終わってツイッター開いたら、ビビアンさん、ビビアンさん分かりますか皆さん、 HKT 卒業生のビビアンさんがのツイッターが流れてきて、おすすめで流れてきてね、餃子、お米に餃子が乗ってる写真が流れてきて、うわ餃子食べたいと思ったんですよ。美味しそうじゃなくて、餃子いいよね、食べたいです。そう、村川ビビアンさん、ニラレバはちょっとアンケートしたいわ。ニラレバ派かレバニラ派か、これ前も言ったっけ、ニラレバ、私はレバニラ、どっち？レバニラ。おお、その時の気分。黒豚餃子は絶対美味しい。ああ美味しい。食べたい、餃子食べたい。餃子食べたいです。餃子ね、餃子餃子餃子。でも私回転寿司に行きたくて、今すっごく寿司食べたいんだよね。どっちも言う？全国調査ではレバニラ派が多いらしい。全国調査されたんだ全国調査済みだったのか。私レバー大好き。レバーね、なんかちっちゃい頃からプルーンとかレバーとかが苦手って人周りに多かったんや、学校とかでも。で家族とかもさ、あんまりレバー食べれない、お父さんとかもレバー苦手みたいなの聞いて、でも私はちっちゃい頃からそんな苦手意識なかった気がする。レバー超好きです。焼き鳥屋さん行ってもレバー頼むし、なんかあの独特の味と食感が癖になって好き。でも味に迷う、やっぱタレじゃんレバーといえば。レバニラが 75%、 ニラレバが 25%。 おレバ美味しいよね。焼き鳥ね、あれなんだっけ、マッチョみたいな名前のやつ、マッチョマンみたいな名前の焼き鳥あるじゃん、なんだっけ。この前鳥貴族に人生初めて行って、その時食べたらね、マッチョみたいな名前のやつがすごい美味しかったんですよ。希少部位って書いてる、なんだっけ、マッチョマンみたいな名前のさ
筋肉もりもり、あ、力こぶです、それでしたそれ美味しかった。希少部位って書いてあった。わかるじゃんマッチョマンね、美味しかった。ちょっと似てたじゃん。こんばんはマッチョも美味しかったですよ、力こぶ。焼き鳥も食べたい、でも寿司も食べたい、餃子も食べたい、困ったな。ちょっと誰かメンバー誘ってはしごしてもらおうかな寿司と餃子とね、焼き鳥と、でもラーメンも食べたいんですよ。困った困った。そうツアーね、亀子もあるし、ちょっとね可愛いとこ撮ってほしいから、あんま食べ過ぎたらね大変大変って。え、ぼんじり美味しいよね。砂肝も好きだよ。おーいさん、青短冊ありがとう。七夕らしいことはなんかしたかな、短冊書いたくらいかな、公園で。こんばんは、ラーメン。今日は豚骨ラーメン食べた。わーいいな。豚骨ラーメンは、皆さんはラーメンは具材が多い方がいいですか、それとも麺とネギだけとかでいい派ですか。私は具材もりもりが嬉しいです。メンマとかチャーシュー、煮卵とか、多ければ多いほど嬉しいです。パセリ織姫ヘア断った。沖さんに沖さんに髪型どうすんのって言って、え、シンプルにしますよって言ったら、織姫しようみたいになったけど、しなかったですね。やっぱ先輩がね、そうやって目立ちたいって言ってる時にこうシンプルにすることによって、先輩方の髪型がより際立って見えると思うので、後輩としては今日はいい仕事をしたと思っています。はいはい、そうです、今考えた理由です。こんばんは。シンプルがいい、多め。あ、確かに海苔。海苔はいつ食べますか。海苔はあのスープに浸して食べますか、それとも最初にもうスープに浸る前に食べますか。私は海苔の食感を楽しみたいからすぐさま行きます。どうですか。最初わー、なんかすごいね、バラバラだ、人によって。今日の髪型良い。イエー、そうシンプルよ。スープに混ぜる、早めに食べる、ライスを巻く。ほう、それはすごい、今度やってみるね。海苔を浸してライスに巻くのね。分かった、覚えとく、やってみる。私ラーメンとライス食べることないから、ちょっと挑戦してみたい。ちょっと油そばとか食べたくなった。油そば食べたい。あのね、汁なし担々麺のお店がさ、リニューアルで移転してオープンしたんよ。あれ、あそこ、あの国松っていう広島の有名な汁なし担々麺屋さんがあの移転して、ちょっと広くなってオープンしたんですよね、広島市内で。行きたい。私汁なし担々麺まだ2回とかしか食べたことないんですよ。だから行きたい。え、がっつりこうちゃんのラーメンも食べたし。そうだよね、ラーメン炭水化物だから米食べたらもっとだよね。食べたい食べたい、お腹鳴りそうだもん今。やばい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 、ハングリーです。あ、もう11時半過ぎてるじゃないですか。4時半までしようとか言って過ぎてた。じゃあ
今日タワーをいただいた皆さんメモしたので後日しっかり一人一人にのお名前書いてお礼伝えます。待っててください。明日はお渡し会です。来る方よろしくお願いします。このストーチ PR 舞台パーソナルヒストリーのお渡し会です。ちゃんとね、あのこれは私じゃないけど沖さんのやつ、この裏面にメンバーのメッセージもあるから、こっちのメンバーの顔見て満足せず裏面も見てくださいね。ね。で、名前書いてある人は多分見ると思うけど、名前ない、名前書きバージョンと名前書きバージョンじゃないやつ買った冊数によって変わっちゃうんですけど、どっちにもこのメッセージは書いてあるので、サイン入ってるのでちゃんと見てくださいね。よろしくお願いします。これは沖さんです。かわいい、飾ってる。ありがとう、見てくれて。これもたくさん読んでください。これはイベントは先週渋谷だって、今週明日広島であるんですけど、でもこの本自体はずっと売ってあるからぜひ読んでほしい。本当に読んでほしい。本当にぜひ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 、生まれた時から今に至るまで全部知れるから、ぜひ読んでほしいです。よろしくお願いします。タワレコ売り切れてました。そうなの？今日なんかさ、リオツンかな、リオツンか誰かのカバンからこの本が出てたんですよね。こうチラってゲットしてくれたんかな、もしかして。楽屋で誰かメンバーのバッグからこの本が出てて、あれ、あの本見覚えあるぞって思った。パシャちゃん用の買おうと思って行ったら売り切れてた。え、ないってこと？明日来ないってこと？じゃあまた今度公園で会おう。パーソナルヒストリーの名に間違いなしでした。おお。たのかな。でもリオツマイキューさん推しだからねえ、嬉しい。みんなゲットしてくれてるの？いっぱい読んでほしいよ。ああ、いっぱい読んでね。ね、読んでくださいよ。可愛いから。裏も可愛いし。ほら、可愛い。あれ、売り切れて買えなかった方はまた公園で会いましょう。みんなあれね、パセのとこ来てくれるの嬉しいけど、推しメンとかに怒られんようにしてね。こっそりこっそり来る方もいるけどね、ほどほどにするに。推しメンちゃんが嫉妬しちゃうけどね。私だって嫉妬するもん、みんなが違うメンバー行ったら、あー行ってると思うから。みんなもさ、来てくれてありがとうだけど、あのちゃんとね、推しメンのとこにも行くんよね。終わるか。気をつけますじゃないよ。言ってないよが正解コメントでした、ね、どういう形式だろうね。先週の時は本当に何も一切見えなかった。メンバー同士もおーいとかできない、もうメンバー同士のとこにも壁があったから何も見えませんでした。明日は分かりません。明日はどうだろうね。バレないといいですね、たくさん行く人は。終わろ。また明日お風呂頑張ります。喉ガサガサなりそう、明日起きたら。うーん、確かにね、明日バレバレな形だったら本当おもろい。本当よ、気をつけてきてね。またね。ツイッターでもかまってね。パセ今日一人ぼっちで寂しいからツイッターでかまってほしい。みんな、あのパセリあのねとかパセリメールとかハッシュタグおさきセリカとかいっぱいかまってほしいな。普段送らない人も待ってるからね。
よろしくね。きっと同じセリフを同じ人、同じような人が言ってると思うんですけど。なんか同じこと言ってそうで怖いな。かまってねとか。絶対言ってるわ。ね。どこかの誰かさんも言ってると思うんですけど。よろしくお願いします。恥ずかしくなってきた。なんかじゃあ男女いきます。13位カメさん、12位ワウワウさん、11位タニくん、10位あなたの彦星お断りゆうたくん、9位イモキュンピさん、8位安部さん、7位陣内さん、6位あっちゃさん、5位しんちゃんさん、4位カズノシンさん、3位おみかんさん、2位ふくちゃん、1位山崎さん、ありがとうございます。ありがとう、今日もありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう。また明日会う方は明日会おう。明日パスリレーには来ないけど会場にはいるよって人は同じ空気を吸って酸素の取り合いでもしようね。明日も来れないよって方はまた会おうね。じゃあね、また明日。バイバーイ。おやすみなさい。